皆さんこんにちは。今回は、スシローコラボと次回のコラボのお話です。ってことで、まずは次回のコラボのお話。まずはじゃがりこコラボ。こちらは中旬からスタートするみたいで。サイズはじゃがりこサラダ L サイズだけっぽい。グッズはあるか不明で。絵柄だけの可能性もあるかもね。ってことで、現在開催中のスシローコラボなんですが、ちょっと勢いは落ち着いてきていますが、理由の一つに、コラボ商品の不足があります。で、何が不足しているのかというと、こちらのコラボカードですね。こちらは、特定の商品、1200円くらいのマグロセットを購入でもらえるんですが、現在というか、初日くらいに売り切れていたらしく、かなり、希少なものとなりました。一応1日分の販売数に限りがある、らしいのですが、実際のところ売り切れまで1日で到達してたの？まあ、どちらにせよ、3月6日、水曜日から後半がスタート。ですので、どうしても欲しい人はもう一度チャンスがありますね。ちなみに、既存商品については、商品更新がないので、すでに終了しているところは後半に補充はなさそう？あとは、水曜日にコラボグッズの受注生産開始のようです。以前の感じだと、一応コラボカードがここで再販される可能性があります。スイパラコラボの時のランダムカードはこの時再販売があった気がするので、気のせいかもしれませんが、とりあえずコラボ商品を血眼で探すタイプの方は、3月6日の10時の続報に期待ですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。